3、4節から続きやっていきましょう。この属性なんで、こちら水属性ですね。行ってきます。絶対に油断しちゃダメよ。厳しいわね。早くも攻撃入りましたね。やるしかない。はい、分かってるわよ。まずいわね。カリもしっかりね。勝ちました。やったわね。嬉しいです。そうですね。大丈夫？はい、そうだね。シストってなんだ？あ、はい。へえ。宇宙砂世界はシストってあるんですね。素敵です。いいね。ところで、あ、はい。いいですね、ボトルシップ。すごいです。かなり高価です。おや、ランプが怖がり。いやー、まあね。確か夜な夜な白いふわふわした物体。え、それってあれじゃないの？あの空浮いてる。白いやつ。お、海賊キャラがこんなんいたっけ？待って。嘘です。これは試練ですね。頑張ります。トレーニングの。しなきゃね。どんな結果でも受け止めます。いい感じよ。え、なん、チームワーク強化。じゃあちょっと行ってくる。待ってて。気はいいです。今度は陽属性、これですね。行ってみましょう。いや、陽属性と敵とやるんだ。いいのか。
しいですが、これ思い切って投入しますか。正面から、おっと、さあ頑張ろう。はい、そうですね。あ、なるほど。そうなのだよ。あ、やばい。そうですね。ゆい、ええ、高さしてみたいですね、海賊さんも。おや、ロッテ。すごい。でもロッテまだボイス実装されてないですね。一体誰になるんでしょうね。実装されるのかわからないけど。じゃあそれはもう木と別れとか。これアニプレックスですよね、この会社って、キラーファンタジア出してる会社。アニプレで、声優アーティストで、アニプレそんなに声優ってもうトモリルはすでにいるしな。かといって SMA ソニーミュージックアーツの人が起用されるとは断定できないしね、もうダメですよ。そうなのだよ。そうでしょうか。雨宮ソラとかかミューレだったらどうしたんですか。そうだな、トライセールの人たちはみんなソニーだったよな。そんなわけにはいきません。おや、ダメですよ。面倒なことになってます。冒険でしょでしょ、おや、これでどうかな。ここだ。えい。あたしのみんなのために。倒しました。さあ次、向こうに洞窟の面がありますね。トレーニングしなきゃね。さーて、こっちのシャワーもちゃんとお湯は出るんだよな。新
入部員はいつでも募集中だ。詳しくは部長まで。ひとまずですね、ここで一区切りつきましたね。はい、ということで、この後またパイレーツオブエトワリアの、続きをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ぜひぜひチャンネル登録ご協力をよろしくお願いします。ブログツイッターやっております。ゲーム動画で行こうでした。